11月22日午前の取引が終了しました。日経平均株価は上昇しています。今日の全引けは205円71銭高の 28,150 円50銭となりました。トピックス東証株価指数も 23.44 ポイント高、 JPX 日経400 203.85 ポイント高とそれぞれ続伸しています。3指数の中では日経平均は 1% 未満の上昇率ですが、トピックスと JPX 日経400は 1% を超す上昇です。トピックス、東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 81%、 1496銘柄、これに対して値下がりは 16% の285銘柄、変わらずが約 3% の55銘柄という構成です。全体の 81% が値上がりということですから、ほぼ全面高という状況。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型中型小型揃って上げています。規模別で見ますと大型が一番大きめ、次いで中型小型の上昇率となっています。大型株が堅調な試合です。商いは高水準です。全引け段階での東証プライム売買高6億1100万株余り、売買代金が1兆5238億円、節目の1兆5000億円を超えました。このペースで推移すれば1日として、活況の目安となります3兆円を超えるという水準になります。前場段階ではこの水準を超えてきているという状況にあります。今日は朝方から買い注文先行して始まりました。為替市場でドル円相場が円安ドル高の流れとなったことが輸出関連株などに買い安心感をもたらしたという見方があります。株価指数先物に短期売買を手掛けます投資家などの買いが断続的に入って全体を押し上げる形となりました。先物買いを受けて現物にも幅広く買いが入って全体の8割以上が値上がりしたという今日前場の動きであります。欧米市場あるいはアジア市場などは全体的に軟調な動きが目立つ中で、東京市場の堅調さが目立つ今日の動きであります。来年にかけて景気への警戒感が欧米などから比べますと弱いと、景気後退への警戒感などが比較的弱いといったことが見直し買いを誘っているという見方も出ています。そういった中で個別に材料が出て買われた銘柄としましては、塩野義製薬4507が商いを伴って4日続伸の動きとなっています。塩野義につきましては、塩野義が開発しました新型コロナの飲み薬ゾコーバについて審査の実務を担います医薬機器総合機構が薬の有効性を推定可能とする審査報告書をまとめたと一部に報じられたことで承認への期待感が高まったというのが材料視されています。逆に軟調だった銘柄としましては半導体製造装置大手の東京エレクトロン8035が全体がほぼ全面高となる中で逆行安となっています。欧米の株安などを受けて景気の先行きへの警戒感などからハイテク系の銘柄が全体的に軟調だという世界的な流れが影響しているというふうに見られます。以上今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。